どうもね、先生、岡井村です。さあ、また久しぶりのね、実写動画ということで、今日はですね、まあ、タイトルとサムネにある通りの、発表というか、まあ、お知らせをね、しようかなと思うんですが、まあ、皆さん、久しぶりの実写動画ということで、何か気づきませんか？そうですね。髪を切りました。そこじゃないですね、皆さんが気になってるのは。まあ、それも、話させてほしいんですけど、いや、皆さん、やっとね、まあ、ある程度落ち着いたのかな？ということで、自粛も解除されまして、私東京に住んでるんですけれども、まあ一応ね、自粛が解除されたわけなんですけれども、まあ怖いじゃん。まだ別に、亡くなったわけじゃないし。だからなんか一応ね、そのまあ勝手に自粛期間続けてるんですけど、自分で。ただまあちょっとさすがに身だしなみはね、整えようということでですね、やっとこさ髪を切りに行きましたよ。だからついこの間まで俺前髪なんかもうこの辺まであったしさ、もう髪の毛もなんかこの辺まであったじゃん。ごめん嘘ついた、この辺か。もう襟足もさ、ドロンドロンでさ、なんかまあ別に長い髪の男の人も別にいるけど、僕みたいになんかそういうのにするつもりで伸ばしてないから、そのやっぱどうしても清潔感がなくなっちゃうというかさ、なんか手入れとかもよくわかんないし、僕基本的にこのぐらいの短さでいつも生きてる人間だから、うん、どうしてもね、やっぱりちょっと変だったから、でもう前髪もゲーム実況中もうダランって垂れてきて、あーん垂れてきて、あーんみたいな、もうずっとそんな感じだったんで、もうやっと切れましたよ。うん、まあそこじゃないんですよ、皆さんが今聞きたいことは。このマスクですよね、多分気になってると思うんです。僕初めてああいうなんか普通のマスク以外でみんなの前に出てると思うんですけど、これね、なんかいとこの人が、僕のね、実のいとこっていう言い方すんのかな、わかんない、実じゃねえいとこはいねえんだけど、実のいとこがですね、作ってくれたらしくて、まあ、こういうの得意な人なんですよ。なんか布とかこうやるの得意な人で、で父がですね、この間家になんか、おおご飯買ってきたぞっつって、でついでにこれ作ったらしいからっつって、俺がこういう活動してるの知ってるんで、まあ、それもあって多分これ作ってくれたみたいで、いや可愛いですよね、これね。このちょうど今のこの今日着てるこのシャツにも合ってるかなってことでこれつけてみました。まあ、たまになんか気分替えでね、いつもの白とこう付け替えたりとか、あとなんかね、気分で俺もほら作ってほしい柄とかあったら、僕青とか好きなんで、なんか頼みたいなと思ってます。可愛いでしょこれ、いいよね。まあということでね、まあここまでですよ、雑談は。皆さんちょっと姿勢を正しましょう。私ちょっと椅子もちょっと座り直しましょう。私この度、事務所に所属いたしました。みんな今拍手するとこ、みんな今画面の前で一回スマホの人はスマホを置いて、パソコンの人は一旦マウスから手を離して、タブレットの人は一回タブレットを置いて、テレビで見ている人はそのままで、皆さん一回拍手しましょう。あ、もうこうしましょう。いやー、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、もうこう自分に拍手しましょう。いやー、まあね、昔ね、結構なんかいろんな事務所僕入ってたりとかして、まあ、失踪したりとか、まあいろいろあったんですけど、まあ初めてじゃないんですよね。一応なんか昔その某ふーんさんにいたりとか、なんかガネンふーんふーんさんさんにいたりとかいろいろあったんですけど、まあ復活してね、またじゃあそういう、まあなんちょっと今言葉があるな、ありきたりとかじゃないんですけど、まあ普通になんかみんなが知ってるところにそのまままた入りましたみたいなのも別にいいんですけど、なんか新しいことしたいなーと思って、でその時にたまたまね、僕はツイッターで広告で流れてきたソニーミュージックさんがなんか新しくそのソーシャルクリエイターだから、いろんななんか YouTube やってる YouTuber さんとか、なんかそう、まだ YouTuber だよね、だから要はをなんかその抱え込むその会社だ、要は事務所を作るよっていうのを見て、面白そうと思って応募して、ありがたいことに合格させていただいて、で、最初の第1弾のクリエイター31人、今31できてた ?31 人の中の、1組ということでね、ならせていただきました。ということで、ソニーミュージックさんが運営する、ソーシャルクリエイターレーベルの、B さんということに所属しました。イエーイ。ねえ、すごいですね。まあ、ソニーミュージックって聞くと、ものすごい、すごないってなると思うし、俺も、すごってなってるんですけど、まあ、あくまでその中の、部署、一部署、何わかんないね。俺もあんま詳しくないんですけど、他なんかが運営してる、まあ、YouTuber さんの事務所だよってことで、まあ、僕はこの間の6月1日、違うな、6月の8日か、とかになんか、発表されて、なんて言うんだっけ、プレスリリースみたいなのが出て、ドーンって、あ、すごいなーと思って、僕以外の30組見たら、みんなほとんど、8割9割音楽系で、まあ、そりゃそうなんですよ。やっぱり最初にソニーミュージックさんっていうでっかい名前使
使ってるから、いやそれは音楽系の人が来るんですよ。ですごいな、テレビ出てるモノマネのさ人とかさ、あとなんかもうそのいろんなバンドのなんかこうコピーをしてみたりとか、なんかこうコスプレして歌ってる方々とか、すげえいろんなね、なんか俺もちょっと見たことあるような方がやっぱいて、アカペラの人とか、あのね、あと俺がすげえすげえなーと思ったビートボックスの人とかもいて、いやもう色とりどり、他にもなんかこう裁縫の人とかね、なんか映画を紹介する方とか、いろんな人がいる中にゲーム実況者俺だけっていうね。なあ、そう、あそうと思って、ゲーム実況ってもうオワコンなん。まあそんなわけないんですけどね。まあよくその名前のところにあのゲーム実況者で乗り込んだなっていう方もあれなんですけど、まあなんかありがたいことに所属させていただいたということで、これからもね頑張っていこうかなと思います。よろしくお願いします。一つここよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、まあこれだけの動画なんですよ今日で。もう言うことない。あ、ごめんなさい、よかったわ。その所属に伴って昔ちょっとだけ別の会社さんにこう僕がお願いして設けてたファンレターとか、あとプレゼントとか、皆さんからこういただくその届け場所みたいなのがあったと思うんですよ。宛先っていうのががあったと思うんですけど、それなくなったんですけど、今回その所属したということで、その会社の方に送れるようになりました。イエーイ。ということで、ここに今多分住所が多分なんかどっかこの辺に多分どっかしらに出てると思うんですけど、で今度から動画とかを出す時のその説明欄とかにも書くんだけど、そういうのができました。イエーイ。なのでみんな今度からなんか、急に、影丸さんに、なんか、今すごい、なんか、めっちゃ悪口言いたいなと思ったら、便箋出してきて書いて、ポストに投函してください。今、多分この辺にまだ出てると思うんで、多分この辺に今多分大空に羽ばたくように出てると思うんで、ぜひともね、そこに送ってください。うん。ただ一応ルールとかもあるんですけど、なんか、それもなんかこの辺とかなんか、どっかに出しとくわ。多分出てなかったらごめん。多分出てると思うんだけど、なんか生物送っちゃダメだよとか、なんか飲食物ダメだよとか、なんかそういう系ねがあると思うんで、それもねぜひとも見て、着払いじゃなくてちゃんと元払いで送ってねとか、なんかそれぐらいなんですけど、なんかそれをね、まあ、ちゃんと守って送ってください。まあ、送りたいなと思ってくれてるね、ありがたい方だけで全然いいので、本当にね、もう本当に全然なんか送んなきゃとかはやめてください。本当にありがとうございます。よしで言うこと終わったんで、今日これで終わろうかなと思ったんですけど、ちょっとせっかくならなんかやっぱ実況プレイヤーっぽいことしたいなと思ったんで、一回ゲームの中に入ります。ということで、ゲームの中に入ってまいりました。ドン、見てください。私が今回なぜ、わざわざねゲーム内に入ってきたかと言いますと、こちらどうです。今回ね、私、事務所に所属したということで、その事務所の、ロゴをあしらったマイデザイン作ってみました。イエーイ。よくないよくないということでですね、これどうでしょう。今僕が着てるやつが、まずこの帽子ね、これ壁掛け、これ帽子と、それからこのパーカーですよ、パーカーで、そのパーカーもですね、それぞれこう二つのこのアプローチの仕方をねしてるデザインがあって、で、あとこのキャンバスがあると。まあ、普通の一枚絵ですよね。が、それぞれ白基礎白系と黒系。ブラックとホワイト。二つですね。どうですかこれ。めっちゃ良くないめっちゃ良くない。さっきのその実写の動画の編集でも出していると思うんだけど、出したB のロゴあったでしょ。フワちゃんがロゴ可愛いって言ってるやつ。これいいでしょう。これ。やっぱゲーム実況プレイヤー唯一のね、ちょっと第一弾所属クリエイターということで、ちょっと考えに考え抜いてね、ちょっとこんなことしてしまいました。ということで、視聴者さんに需要があるかというか、まあ、ほぼないに近いと思うんですよ。できたばっかの事務所だし、みんな馴染みないと思うんで、クリエイターにしか、てか、なんだったら、この僕が作った、所詮素人クオリティなんで、クリエイターのみんなにすら多分需要はない気もするんですが、一応ID をね、公開したいなと思います。ID 公開する前に、一応需要あるかわからないんですけど、今、こんな感じでね、だいたい5秒ずつぐらいで、このスライドショーで、それぞれのね、この作り方がわかりやすいように、このドットを表示した状態のね、スクリーンショットをこうやって流してます。なので、よければ、これね、一時停止して作りたいのあったら、ID ね、打ち込んでダウンロードする、環境がないよって方は、よければこちらで作ってあげてください。
はい、というわけで、仕立て屋さんのね、スクリーン、なんか大きいスクリーンみたいなとこを、起動しまして、こちらの画面にやってまいりました。すべてのね、先ほど紹介したものを、投稿しましたので、今度そちらの作品 ID がわかるスクリーンショットを一つずつこう皆さんに5秒ずつぐらいでまた、流してお見せしていきたいと思います。一時停止して、欲しいやつの ID を打ち込んであげてください。それでは、いきます。はい、というわけで、今日の動画は、ここまでとなります。皆さん、改めましてご視聴ありがとうございました。そしてですね、今回は初めて、実写動画から途中でゲームに変わるというなんか不思議な動画構成となりましたが、いかがでしたでしょうか。あ、なんかめいちゃんがこっち見てる後ろの可愛いということで、面白かったら、ぜひともね、チャンネル登録、コメント、高評価、Twitter や Instagram 等のフォローお待ちしております。ぜひともチャンネル登録して他の動画もお楽しみに。マイデザインとかに関してもね、他のいろんななんか鬼滅の刃とかなんかいろんなキャラクターの再現とかもやってるので、よければそちらも確認してみてください。ということでね、最後にまた改めましてになりますけれども、事務所に所属したということで、まあこれからもね、なんか活動内容とかが、変わるとかはなくですね、細々と実況プレイをやっていこうかなと、好きなゲームいっぱいやっていこうかなと思っております。これからもよろしくお願いします。影丸をよろしくお願いします。もしよければね、お手紙とか、贈り物も待っております。ということで、また他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。